さっきあの土手にいたんですけど、ぐーっと来て、ちょっと背をですね、バシャバシャ渡って、ちょうど今川の、まあ、中州になるのかな。今ちょうど11時ですね。まあ一杯やりながらでもちょっと作っていきたいと思います。ではいただきます。乾杯。うまっ。さあ大名豆腐、これはね、まあここに黄身があるから、まあ単純にこうやって食べるだけなんですけどね。最初からぐじゅぐじゅかき混ぜちゃう人もいるんだけど、僕はねこれ崩しながら食べるのが好きなんで、ちょっと見た目はねあんまりよろしくないと思いますけど、うまい。ちょっとね、今日はね、豚汁でも作ろうかなということで、いろいろ買ってきました。コンロはね、これですね。
こう乗っけることもできるんだけど、ちょっとねこれ火が近すぎるんで、僕の場合は外してます。あとねこれはまあ火打ち式のライターなんですけど、このままこうやるとボッツって熱くなっちゃいますよね。でねこれまあチューブなんでもいいんですけど、まあこういう風にしてね、こうね、こういう風にしてピッで、あとこのまま、まあ今炎消えちゃってるけど、ずっと出っ放しになるんで、ここにできるんですよね、火元まで。これは結構便利なんで、結構長いこと使ってます。今日は時間があるんでこれも買ってきました。高いやつ。あーうめ。ドボドボドボ。こんなもんすかね。どれどれ、あっちー、うわっちー、おおおお、いいんじゃない。まあ半分完成ぐらいなんで、ちょうどお味噌のタイミングですね。お味噌はね、こういうやつよく山登りを持ってくんだけど、こう使い切りタイプのやつで、これいいのは出汁も全部入ってるんですよね。お酒の旨味成分も入ってるんで、まあ、これを入れちゃいます。
ちょっと味見。うん、完全薄いな。もう一パック。こんな感じですかね。じゃあもうちょっと、だいぶグツグツしてきましたね。あっち。おお。いや、アルコールストーブでもだいぶ全然問題ないね。こんな感じです。どれどれ。食ってみようかな。やっぱこれで食うでしょう。どれどれ。うん、うまい。もうちょっとスープ。これはうまいね。安いひき肉って味が出るね。あ、ひき肉じゃねえや。こま、豚こま。うん、最高。あー、ビールはうめえし、豚汁はうめえし、山登りも楽しいけど、これもいいね。あ、変な音楽が流れてきたと思ったら、ちょうど12時ですね。いやー、今日はいい休日だ。うん、アルコール全部燃えたみたいですね。あとはもうほとんどないんで余熱で十分。うん、めんどくせえからこれで食っちゃおうか。食った。明日、いやー、美味しかったな。なんか豚汁作ったのは。そうだな、子供らとキャンプ行った時以来なんで。うん、その後はね、ずっとあのキムチ鍋になっちゃったけど、やっぱり日本人は豚汁ですね。さて、ちょっと片付けて。
忘れ物はない。ない感じね。はい、それではですね、片付けも終わったんで、帰りたいと思います。今は、おまだ早い、12時35分。まあ歩いてきたから帰れないわけじゃないんだけど、なんか飯を食ったら足取りが重くなっちゃった、まあ、とりあえず、まあ、あとは公共機関で帰るだけなんで、ということで、また鬼怒川に来て楽しみたいと思います。それではそれでは。